こんにちは、三島スカーです。今回は巷の T618 チップ搭載の Android ゲーム機論争が勃発しているということで、自分はレトロイドポケット3とパウキディ X18 を持っていたので、皆様にいろいろいいところと悪いところ、そして新発売のアンバーニックの RG505 やレトロイドポケット3プラス X18S 黒をそれぞれ考察していこうと思います。まずはざっと全体のスペックや仕様を見ていきましょう。左にレトロイドポケット3プラス、右にアンバーニック RG505 の基本仕様を並べてみました。 X18S を含めて全て同じ T618 チップを積んでいるので、そこ以外を比較していきます。大きく違いがある箇所はスクリーン解像度と OS のバージョン、そしてバッテリー容量とサイズや重さでしょうか。ボタンや持ちやすさなどはスペックだけでは分かりにくいこともありますが、詳しくは順番に見ていきましょう。そしてちょっとだけ X18S のスペックも載せておきます。 X18S だけはストレージが 64GB となっております。それでは3機種共通の T618 チップについて軽く説明させていただきます。レトロゲームはプレイステーション2は 2D やノベルゲーム等比較的軽いものがやっと動く程度、ゲームキューブや Wii は 3D ゲームでも実機速度もしくは 90-80% くらいの速度で動作できます。 3DS はなかなか厳しく、他の方の動画でもよく動いている風に見えますが、実際は 3D ゲームは 70% 動けばいいねというくらいです。そしてそれら以下のプレイステーションポータブル、ドリームキャスト、セガサターンに Nintendo DS といったものは全く問題なく動くはずです。余談ですが RG505 だけは OS が Android 12となっており、 Android 12は Android 11よりも処理速度が1割程度上がっているようです。解像度も一番低いので、ある意味 3D 処理速度が一番必要としない筐体になりますので、もしかしたら一番多くゲームが動くのかもしれません。ただ RG505 と X18S は排気口がないので熱暴走をしやすそうな気がします。そしてレトロイドポケット3は使っていても排熱処理がうまくいっているのか、あまり熱くならない印象です。逆に X18S は使っていてすぐに熱がこもって熱くなる印象でした。では各種のスクリーンを比較していきます。レトロイドポケット3プラスは iPhone 6 の IPS 液晶 4.7 インチの 1334×750、 RG505 は有機 EL のほぼ5インチ 960×544、 X18S は IPS の 5.5 インチのフル HD となっています。解像度はレトロイドポケット3プラス、X18S、RG505 の順番で低くなりますが、発色の良さは逆に RG505、レトロイドポケット3プラス、X18S の順番です。有機 EL は黒もしっかり描写できて、なおかつ応答速度も速いです。なので RG505 は動きの激しいアクションや色の綺麗なドリームキャストなどのゲームに向いているかもしれません。レトロイドポケット3は応答速度はRG505 と比べると見劣りしますが、一番解像度が高く、今までの Linux 系のゲーム機と比べればまだ輝度は高く美しく感じます。解像度の高いノベルゲームや Android ゲームに向いているのかなと感じました。 X18S は IPS 液晶にはなりますが、非常に輝度が低く画面が見づらいです。一番使いづらい液晶と感じます。次は筐体の形状やサイズ、ボタン等の比較です。レトロイドポケット3プラスは持ちやすさとかよりもスタート、セレクト、ホームボタンの位置が物議を醸していました。自分はしばらく使っていて慣れたのもあるかもしれませんが、音量とホームボタンの暴発は一度もありませんでしたし、筐体が小さいおかげで握った時ちょうど人差し指がスタートの近くになり、スタートとセレクトも右スティックを押しながらでも操作ができるのがありがたかったです。逆にオーディンで遊ぶ時などはスタートを押そうとして音量をいじってしまうこともあるくらいです。ただボタンの押し心地は可もなく不可もなくで、格ゲーでもしっかりコンボができるほどではありません。
ノベルゲームや RPG などカジュアルに遊びたい人向けのボタンだと思います。そして筐体背面に特別グリップはなく、通常は LR の突起に指を引っ掛けて持つような感じで、ほんの少し持ちにくいです。なので自分はグリップを貼り付けて使っていますが、変にいじるのが嫌な人は RG505 を選んでもいいのかもしれません。 RG505 はアンバーニク社のゲーム機を使ったことがないのであまりわからないですが、 D パッドもスーパーファミコンの形でしっかり押しやすそうで、筐体も少し厚めな上にグリップが裏についているので格ゲーやアクションにすごい向いてそうです。しっかり握り込めるということは本体がブレずに誤入力も減るはずです。そしてこの LR の位置は横並びですが、 LR2 が突起をしており非常に押しやすそうで、全体的に武骨で硬派なゲーマーはこの筐体を好きなイメージですね。ただ RG505 も音量やホームボタンが両サイドに、電源ボタンが下にあるので、レトロイドポケット3のように少し特殊かもしれません。 X18S はまあクラムシェル型ということで、グリップなんかもあるわけではなく、3機種の中では一番持ちにくいかもしれません。その代わりにゴロネゲームでノベルゲームなどをするときに、ノート PC のように立てかけてキーボード感覚で文字送りをできるのが、仰向けでゲームをする方には結構いいかもしれません。ただし新型になって改善されたとはいえ、 D パッドはまだベコベコのようで、 LR はそもそも押しにくい位置にあります。自分はよく音量を変えようとして G ボタンを誤って押してしまうことが多く、その度に設定したボタンがやり直しということが多かったので、音量を変える際は気をつけてください。次はバッテリーの比較です。デトロイドポケット3はプラスになって4000から 4500mAh まで増えましたが、残りの2つは 5000mAh とバージョンアップをしてもまだ負けている状態です。ですがバッテリー性能の差はそれほど気にする必要はないような気がします。同梱物も比較をしてみます。デトロイドポケット3プラスも RG505 もどちらも保護パネルがついてくるようで、それ以外は説明書と USB ケーブルと特筆すべきところはありません。ですが普通のレトロイドポケット3は購入時に 32GB の SD カードと替えのボタンがついてきたのですが、それがないようです。そして製品版では分かりませんが、レビュアーが RG505 の箱を開けたら中に SD カードが同梱されていました。ちなみに X18S は保護パネルも SD カードもついてはいないはずです。3機種とも Android 端末なので、ゲームのストリーミングプレイでテレビの大画面で遊ぶことができますが、 RG505 以外の2機種はさらに HDMI 出力にも対応しています。これが必要かどうかは人によりますが、家族や友達と遊ぶ分には HDMI 出力の方が遊びやすいですね。最後に現段階では RG505 にはプレイストアがまだ実装されていないそうです。そうなると Android のゲームがあまり遊べなくなってしまいますね。初期化時に各種エミュレーターはインストールできるようなので、レトロゲーム機としてのみ考えている方は RG505 でも全く問題はありませんが、いろんな Android ゲームを遊びたい方はレトロイドポケット3プラスか X18S をおすすめします。自分的には T618 チップあたりからようやく原神がある程度普通に遊べるようになりますので、そこはもったいないなと思いましたが、ただ RG505 の公式でも原神はプレイしているので、原神がやりたい方は初期にインストールできるのか APK をダウンロードして遊べるのかもしれません。そしてこれから RG505 もプレイストアを実装する可能性もまだ残っています。それでは T618 チップ搭載 Android 機を3機種紹介しましたが、それでは最終的に3機種がどのような人に向いているのかをまとめてみました。上からレトロイドポケット3プラスは他の動画でも言った通り、やはり RPG やカジュアルなゲームをプレイしたい人、気軽に外に持ち込んだりしたい人向けだと思います。どちらかというと女性向きのゲーム機でしょうか。次に RG505 は男子向けというか激しいゲームが好きな人に向いていると思います。縦横のシューティングや音ゲーなんかはコンマ1秒が命取りになりますので、しっかり遊びたい人向けのゲーム機ですね。
X18S は本当に寝る前なら輝度も気にならないので適当に遊ぶ人向けでしょうか。それかクラムシェルということでケースを使わずに外に持ち歩きたい方にはいいかもしれません。それでは今回の動画はいかがでしたでしょうか。注文したレトロイドポケット3プラスが届き次第無印との比較動画を作ってみます。それ以外にも Steam Deck 64GB モデルやロキミニのプロを注文してますのでそれらが届き次第また動画にしていきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。